あれ見てる？全然話変わるけど、100分で読書。知らない。あ、知らん。うん。NHK で、の教育テレビでやってんねんけど、いろんな本を伊集院光が、と、なんかその、それに詳しい人が、こう、伊集院光は、こう、素人感覚で、こう、聞いてんねんけど、それをこう、この本はね、みたいな、実は、みたいな、こういう意味があるっていうのを分かりやすく説明してくれてんねん。俺、いつも録画して見てんねんけど、あれめちゃくちゃ面白いよ。小説とかお説小明。説もあるし、この間まで谷崎潤一郎やっていて、今は伊勢物語かな。で、今までで言ったら、カントの純粋理性批判とか、結構なのに、これね。そうそう、あと大江健三郎の燃え上がる緑の木とか、マジで？それ大人向け？大人向けなんやろな、多分一応。でも教育テレビやね。面白そう。めっちゃ面白いよ。俺、あれ、15分、1回20分ぐらいで、それを4週、4、1冊を4週で、にわたってやんねんけど、なんかそれをこう、文学的アプローチで、こう、解説したりとか、まあ、哲学書とかやったら、割とわかりやすく説明してくれたりとか、なんかすごい面白い。カミューのペストとかも、この間コロナになった時とか、再放送でやってたりとか。ああ、すげえな、みたいな。今となんか、オーバーラップするわ、みたいな。それは見たいね。100分で読書は結構いいと思う。おすすめ作品。まあ、俺が NHK で好きなナンバー2やな。ナンバー2、ナンバー1があるわけですね。ナンバーワンはもう決まってるやろ、そら。分からへん。せやん。ちょっと待って。教育テレビで。教育テレビじゃない、NHK かな。あれは総合の方やと思うな。俺が好きなあれは。大河とかとそういうことじゃないですよね。違う。NHK でお母さんでしょ？違うよ。なんかそんなあったっけ？スとかあるや、NHK スペシャルとかもあるけど、もう一番ほんまにこれ、俺好きな映像作品って、結構まあ昔俺バンドやってた時はよう言ってたと思うんだけど、仁義なき戦い、特捜最前線、特捜最前線を知ってる。3年 B 組金八先生ね。もうこの3つはもう俺の、もう多分もう死ぬまで変わらへん好きな映像作品やねんけど、私だって5時間。これに最近って言っても、言うてももう5年、6年ぐらい経ってると思うけど、そこに1つ加わってんけど、それが NHK の72時間っていう。何それ？あ、知らん。ちょ、マジ見た方がええよ、ほんまに。ドラマ？ドラマじゃない。もう完全、パーフェクトドキュメンタリー。要は72時間、その同じ場所で、そこにいる人たちを撮り続けんねんな。で、まあ、ちょっとインタビューとかするんだけど、この間じゃないな、もうだいぶ何年か前ぐらいは、関門トンネルあるやん。お前んところの近くの。あそこでやっててな。あそこなんか自転車で通れんねやな、確か。これ下トンネルね。そうそう。あそこで3日間、まあ、24×3 時間、3日間で72時間、ずっとそこに通る人たちを取材すんねん。じゃあまあその、なんでここ通ってるんですかとか聞くと、意外な、こうなんか、まあ、このために歩いてて、みたいなとか、話してるうちに、実はここはなんか、
主人と去年までは一緒に歩いてたんですけど、昨日去年亡くなっちゃってとかいう話になってくると、なんかその市井の人たちがいろいろ感じながら、いろいろドラマを描きながら住んでんねんな、そこにっていう、こうことが、こう、なんやろな、すげえほんまに、まあ俺はもういつも小説的やなと思うんだけど。なるほど。それはちょっと一回見てみな。ネタがいっぱいあんねん。それは、毎週日曜日にやってんの？毎週ね、金曜かな。俺もちょっと今録画してるかわからんねんけど、金曜の夜10時とかにやってて、うん、一時コロナの時は再放送ばっかりやってたけど、最近多分新しいのを追加して。金曜、あ、ほんならそれはあれやな。YouTube でやってるかな。あ、やってるか、やってると思う。あの、1回20分ぐらいね。うん。で、毎年大晦日に、ベストオブ72時間っていうのを結構人気なあれなんだ。そうそう、もう知る人ぞ知るというか、もうほぼ知ってるんじゃないかなって俺的には思ってるけど、俺も全く、いやテレビをねほとんど見てないの。まあまあね、そういうあれやけど、俺も見ひんよ、見ひんけど、見てる中でもやっぱりあれは見るべき作品やなって思う。言うたら作品やな、ほんまに。作品って言ってるもんな。うん。72時間。みたいなのが時々あって、もうそこでこう喋ってる人たちの言葉とかって、もうなんかもう真似できへんなっていう、なんか作り物じゃない言葉ってこんだけすげえんやって、まあ思い知らされるよね、なんか。そのリアリティが見てないから全く分からない。うん、そのほんまにリアリティやな。マジでリアリティやな。72時間で見てた。72時間をマジで見た方がいいな。ほんまにもうこれ多分そのコミュニティとか絶対あるはずやで。絶対次の時俺72時間の話してると思う。いやほんまにもう普通に家族で見れるし、なんか、なんの変哲もない番組なんやけど、なんか、その思いついたやつ、天才やなと思う、ほんまに。私だけの十字架、で、私だけの十字架で、独創最前線。独創最前線、金髪。大変ビーフ、金髪先生、金になき戦い、七十字架。差があるな。まあそうね、そうかもね。なるほど。まあそれはちょっと72時間もちょっとなんか面白そうや。なんか結構こう東京近辺だけでやってるわけじゃなくて、ほんまにいろんなとこ行くね。なんか九州も行くし、関西も行くし、中国地方も行くし、ほんま全国行ってんな。多分全国の多分 NHK の局が、あの同じテーマでやってんねやろうと思うんだよな。題材がもうなんじゃない題材っていう感じ。うん、その大阪城公園横みたいなとことか。大阪城公園もやってた。で深夜に歩いてる人とかをになんかまあ珍しいからインタビューしたら、何してるんですかって言ったら、ポケモン集めてますみたいな。なんか、それもええやんか。なんか、あ、リアルってめっちゃ思うやん。なんか。なるほど。なんか、彼女と二人で、なんか、あったんで、散歩しに来てるんです。なんか、ここはポケモン、珍しいポケモンが集まるから来たんです、みたいな。あれやろ、予測のしえないリアルがそこにあるってことやろ。そう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 、ほんまにそう。うん、かと思ったら次インタビューしたら、なんかもう、なんか、それは面白い。もう余命宣告されたんですけど、なんとか救出を得て、みたいな、なんか、だから健康で歩いてるんです。で、もともとは会社の重役やったんですけど、みたいな話聞くと、そうか、みたいな、なんか、
白いな。なんかこう、な自分の人生に置き換えると、俺がもしかしたらなるかもしれんし、そう、まあ、ならないと思ったとしたらならないためにどうしたらいいかとか、でもなんかそういう、それはその人自体。あなた、年いったってことですよ。え？年いったってことじゃない。分からんけど、まあ、とりあえず年いってる事実。年いって、その、あれなんだ。そういうドラマが身に染みる感じになってきてるな。かもな、うん。それはみんなそうじゃない？年いったら。そうなんだ。うん。それはだって、もう家におったら。俺、謝らなあかん。え？家におったら謝るの？何を謝んの？ペンドラゴン、ショートで使ったわ。え、何に使ったっけ？小学校の、授業参観があって。うん。で、なんか俳句を作る授業をやっとったやつ。エルの授業。ああ。で、父兄の方も、作ってくださいみたいなんで、ああ、はい、ってこう作っとって、俳句作って、で、俳句読むんやけど、誰が作ったかっていうところで、ペンネームでいいですよって、ペンドラゴンって言ったから、お前は使ってもたわ。ええやん、別に。受けたわ、小学校5年生。むしろ喜ぶんじゃない喜んでくれる。まあ、ダサかっこいい、ダサいっていうね。よくわからん感じになってる。あれはもうちょっと、あごめんってなったな。別にええやろ。むしろ。あんだけ言っといて、俺使ったわ、みたいな。はい。ペンドラゴンってなんやねんって言っといて、俺使ったんで。ペンは剣よりも強しっていう文字を使うワンカットだけでもいいんじゃない？それは、それ使ってもだらもう。それは使えないでしょ。いや、でも、もうそれも受け売りやろ。絶対。ただ、もう受け売ってる。そう、その受け売りの、その、売ってる方もそんな大したことない人やと思うけど。ダサいフレーズをよう言うたなっていう。どっちかと、この、そっちのペンドラゴンの方がいいフレーズやな。まあね、確かにね。まあセンスあるよね、ペンドラゴンって。うん、なんかこう、ね、その無機質なものを竜という架空の生物になぞらえるっていうのは、センスあるよね。マジでマジで。いいと思う。まあ、5年生には、ええ感じ。え？小学校5年生には、ええ感じになったよ。ええ感じに受けた。ボーン来たよ。もうエルも、うん、めっちゃ怒っとったわ。あっつって。いや、そりゃそうやろ。だって、お前の親父ペンドラゴンやろって絶対言われる。ペンドラゴン来た。ペンドラゴン来た。最近どうなん？ペンドラどうなんみたいな。略してる。あら、そうだ。もうそろそろエンディング行きましょうか。